待たせたな。ターゲットワンスタッフ、ソリッドスネークだ。冒頭からしょうもないコスプレをしているんだが、今日は何のレビューだか皆さんもお分かりでしょう。そうです、今日ご紹介するのはこちらです。じゃじゃじゃん、 KSC から新発売ホヤホヤ、マーク23ソーコムピストル CO2 システムゼロのご紹介です。こちら、当店常連のマグロ様より買いたてホヤホヤをお借りしております。マグロ様、どうもありがとうございます。マークテニス3ソーコンピストルといえばね、有名なゲームメタルギアソリッドに登場するので一躍有名になったんだが、 KSC さんからだいぶ前に初期のガスブローバッグとして販売されていたものを、最近 CO2 搭載のシステムゼロとして生まれ変わってリニューアル新発売ということで、早速レビューしてみたいと思う。はい、ということで早速新宿店5メーターレンジにやってきたわけだが、まずはこの素の状態でいろいろ打ってみましょう。ちなみにこのままだとまともに射撃できないのでメガネをかけます。いや、やっぱりこれ持った時の印象はかなりサイズがでかいな。大型ハンドガンの貫禄十分なんだが、こちらは ABS 製なので意外とそれほど重くはない。マガジンキャッチは HK45 や USB と同じく左右どちらからでも操作できるレバータイプになっている。グリップが太いからちょっと親指だとやりづらいんだけどね、人差し指でも操作可能です。こちらが新規 CO2 マガジン、大きく窓が開いているタイプになります。ガスボンベの装着方法、マガジンベースプレートのピンを押しながら前にずらします。締め込み用のスクリューが見えるんだが、付属のバカでかい六角レンチでこれを緩めます。こちらが 12g CO2 ボンベ、 KSC さんからも純正が発売されてるんだが、一応他社製品も使えそうなのでパフディノのものをセットしてみよう。位置をきれいに合わせたら六角を締め込みます。これでセット完了だ。締め込む時にほとんどガスが漏れずに密着したので、なかなかこれはガスが無駄にならなくていいかもしれないな。マガジンベースプレートを戻して、これでセット完了です。マガジンリップは金属製です。付属のローダーも付いてるんですが、このようにアダプターなしの東京マリーさんローダーを使うこともできる。スリットがないので BB 弾が見えないんだが、とりあえず満タンになったみたいだな。それでは早速打ってみたいと思う。 CO2 ということでちょっとドキドキなんだが、強いブローバックに対応してスライドスプリングも若干固めになってるな。ではいきます。まず空き缶、おお。ちなみにセーフティーはアンビ仕様となっている。どちらの腕でも操作可能だ。上に上げるとセーフティーオンになる。ブローバックの感触は強烈というよりは割とスピーディーな印象だな。はい、いまいちまだ当たりどころを把握してないんだが、 0.2g 弾だと5メーターでもかなり上に飛ぶ印象だ。
残弾ゼロみたいだが、今スライドストップがかからなかったな。トリガープル、ダブルアクション時はストロークも長くて若干重めなんだが、そんなに嫌味な感じではなく、引っかかりがなく割とスムーズに弾ける感触だ。シングルアクションの時は3ミリほど遊びがあって、パチンと落ちる。引き切りでトリガーが動かなくなるので、オーバートラベルの心配もないな。リセットも短くて、これぐらい戻せばもう打てる。慣れたら割と速射もできそうだ。グリップのテクスチャーはヘッケル&コホハンドガン特有のかなり食いつきのいいテクスチャーになってる。実物の45口径ダブルカーラムマガジンを再現してるので、握りはかなり太い感じがするな。こちらはデコッキングレバー。下に下げるとハンマーをデコックすることができる。セーフティーとは別パーツになってるので、誤作動の心配が少なくていいデザインだな。おお、なんとなくちょっと当たりどころが分かってきたぞ。残弾ゼロ。またね、スライドストップはかかりませんでした。今2マガジン分を打ち切ったとこなので、このままボンベ1本で何発打てるかやってみよう。3マガジン目、マガジンは相当冷たい温度になってる。お、今度は残弾ゼロでちゃんとホールドオープンしました。3マガジンの最後ぐらいでちょっとブローバック弱くなってきたかなっていう印象ですね。多分4マガジン目ぐらいで切れそうな感じがします。だいぶブローバック弱いですね。はい、まだ弾余ってますが、もう打てません。今4マガジン目、12発までなんとか弾が発射できました。フル装弾が27発なので、27発 ×3 マガジン分プラス12発なので、ボンベ 12g で約93発打てるという計算です。他のメーカーさんもだいたいこの 12g ボンベで100発前後なので、まあ標準的な燃費と言えるでしょう。通常分解は、ここのノッチをスライドストップの軸の部分に合わせて反対側から押し込むとスライドストップが取れます。そのままスライドを前に引き抜いてフィールドストリッピング完了だ。バレルもインナーバレルが中に固定されてて、アウターとインナーが一緒に動く一体型で、この辺もとてもリアルな形状をしてます。スライドストップがかかるノッチ部分には特に金属のインサートとかは入ってないみたいなので、もう今後ちょっとホールドオープンさせるのはやめとこう。ブローバックユニットを見ると、これは昔出てたリキッドチャージのハードキックメカとほぼ変わらない仕様みたいに見えます。全体的にリキッドチャージ版とあまりメカニズムは変わってないということだな。CO2 になったというのがリニューアルポイントというところでしょうか。新しいボンベをセットしたので、もう一度打ってみましょう。旧バージョンリキッドチャージの装コム、私も打ったことあるんだが、スライドがでかくてね、動きも結構もっさりしてた印象なんだけど、この CO2 システムゼロの装コムはね、かなりビシビシ軽快に動くな。さっき言ったようにブローバックも強烈に手が痛いという感じではなく、素早く俊敏にスライドがビシビシっと動くので、打っててとても楽しいな。
結構下の方を狙ってるんだが、かなり斜め上に飛ぶな。グルーピング自体は悪くない印象だ。リセットしてもう一回やってみよう。おお、なかなか優秀。全部オレンジ赤圏内ですね。グルーピングの数値は 23.7mm。 なかなか素晴らしい。東京マリーさんにも匹敵するグルーピングです。 CO2 ガン恒例ワンマガジン休まずノンストップ打ち切りスタミナチェックをやってみます。全く不安なくガシガシ動くな。これはやっぱりシステムゼロ CO2 の醍醐味だな。フィールドストリップで見てもらった通り、インナー一体型のアウターバレルがショートリコイルするリアルライブメカなんだが、マズル部分にはサイレンサーが装着可能です。やはりマーク23にはこの装甲のサイレンサーがよく似合うな。フローバックパワーの弱いガンだとこのサイズのサイレンサーつけるとね、作動不良を起きたりするんですが、これは果たしてちゃんと動くでしょうか。いやー、マガジン温度を気にせずね、サイレンサーつけてもガシガシ遊べるのはね、さすが CO2 ですね。装甲ピストルはその名の通り特殊部隊用に開発された攻撃型ピストルなので、サイレンサーの他にもレール部分にアタッチメントを取り付けることができる。現在みたいに 20mm レールが標準装備になる前の草分け的モデルなので専用のレール規格となってるが、こちらは東京マリ装甲ピストル用のラムユニットなんですが、この KSC 装甲ピストルにも取り付け可能です。まあ見た目重視のアクセサリーということで、本当に強力なライトやレーザーが出るわけじゃないんだけど、やっぱりこの装甲ピストルはね、このラムユニットがつくとさらに格好が良くなって雰囲気満点だな。しかしでかいなこれ。サイレンサーとラムユニットをつけるとね、ハンドガンの域を超えてサブマシンガンっぽいスケールになってくるんだが、ちなみに現在特殊部隊系で装甲ピストルとして運用されているのはこちらのグロック19らしいんだけどね、この大きさを比べると全然違いますよね。装甲ピストルはね、一時期ネイビーシールズなどに採用されてね、ちょっと使われてたみたいなんだけど、やっぱりこのデカさがね、ちょっと不評だったらしくてね、実際運用するにはこのハンドガンはやっぱり小型がいいなってことなんだろうけどね、トイガンとしてはね、このド迫力の装甲ピストルめちゃくちゃかっこいいですよね。ポップ調整はホールドオープンをさせてチャンバー部分で行います。このギザギザの部分がポップ調整ダイヤルになっている。付属の調整ツールをギザギザに合わせて回すとポップ調整が可能です。なんとかね5枚は倒したんだけど、やっぱりこれホップメカもね、おそらく旧型のままなので 10m のあの小さい札は少し厳しいかなっていう感じがします。さっき 5m でね、若干着弾が上に行くのは少しホップが効きすぎてたみたいなんだけど、
結構ね調整もピーキーでドロップするんで、ちょっと上げたかと思うとギューンと上に行ったりね、なかなかね美味しいとこを探すのが難しいホップシステムです。久々に新宿店10メーターの6枚の光る的早打ち TSS タイムトライアルゲームに挑戦してみよう。惜しい、最後だけちょっとミスって 8.59 秒。さらに遅くなってしまった、 11.02 秒。この答えだけかもしれんが、めちゃくちゃ球が左に飛ぶのとね、やっぱりちょっと 10m ぐらいは安定しないので、少し小さい的は難しそうな印象だな。10メーター先の15センチ鉄板プレートぐらいだったら楽に当たるな。インドアサバゲとかだとこれは使えて楽しいかもしれんな。はい、ということで KC マーク23装甲ピストル CO2 レビューをお送りしてきましたが、皆さんいかがでしたか？この装甲ピストルはね、東京マリさんの固定スライドがサバゲーマーの方にとても人気だったり、 KC さんはね1990年代に発売されて以来紹介量を重ねて長らく生産中止だったんだけど、この度 CO2 で生まれ変わったということでね、とても人気のある機種ですよね。システムゼロと銘打たれているこの新製品、基本的にはね昔の05ハードキックからさほど大きくは変わってないですね。リキッドチャージから CO2 に変わってね、それに合わせて出力が調整されてるかなぐらいの変更点だと思うんですが、まあ、ちょっと贅沢なお願いかもなんですがね、せっかくリニューアルするんだったら不圧式のシステム7エンジンとか、あとは現行のね割と遠距離も良かったらホップシステムなんかも搭載して欲しかったなと思います。まあ、それでもね 5m ぐらいの命中精度は東京マリさんに負けないぐらいよく当たりましたし、なんといっても作動性能はね旧製品の05ハードキックとは比べ物にならないぐらいバシバシ快調に動くので、インドアサバゲーとかね近距離シューティングなんか特に楽しいんじゃないかなと思います。今回こちらのモデルをお貸しいただきましたマグロ様、どうもありがとうございました。いやー快調作動でねとても楽しいモデルでした。ということで今回のレビュー、ターゲットワンスタップソリッドスエクがお送りしました。セーフティーがかかってるぜルーキー。